皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。今回は長距離の移動について、瞬時に移動する技術が確立されたらどうなるか、ということにフォーカスを当てていきます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。もし将来、途方もない距離を瞬時に移動する技術が確立された場合、宇宙技術は確かに革新的なレベルアップを遂げるでしょう。いかに、そのような技術が実現した場合の私たちの生活の変化について考えてみましょう。1、宇宙旅行の普及。現在、宇宙旅行は非常に高コストで限られた人の特権的なものですが、瞬時に移動する技術の実現により、宇宙旅行が一般的な観光体験となる可能性があります。人々は地球外の惑星や宇宙ステーションを短時間で訪れることができ、宇宙旅行が一種の休暇や冒険の形態として普及するでしょう。2、地球外の資源探査と利用。現在、地球外の資源探査は非常に困難で高コストですが、瞬時に移動する技術により惑星や小惑星にアクセスすることが容易になるでしょう。これにより地球外の資源の探査や採掘が現実的なものとなり、新たな経済の活性化やエネルギー問題の解決に貢献する可能性があります。3、国際協力と交流の促進。瞬時に移動する技術により地球上の異なる国や地域間の距離が縮まります。これにより国際的な協力や文化交流が促進されるでしょう。科学者、研究者、ビジネスマン、芸術家などが短時間で世界中を移動し、異なる文化やアイデアを共有することが容易になります。4、宇宙移民と人類の拡大。瞬時に移動する技術の実現により人類は地球外にもっと積極的に拡大する可能性があります。居住可能な他の惑星や衛星に移住することが現実的になり、宇宙移民が始まるかもしれません。これにより人類は地球だけに依存することなく、より多様な環境で生活することができるようになるでしょう。5、科学と技術の進歩。瞬時に移動する技術の実現は宇宙探査や宇宙研究においても大きな飛躍をもたらすでしょう。宇宙空間や遠い惑星への高速移動に関連する様々な科学的及び技術的課題に取り組むことで、新たな発見や革新が生まれる可能性があります。また、宇宙技術の進歩は地球上の様々な産業や技術分野にも波及し、新たな発展をもたらすでしょう。以上が瞬時に移動する技術が実現した場合に予想される私たちの生活の変化の一部です。ただし、このような技術の実現は非常に複雑な問題を伴うため、実際にどのような変化が起こるかは確定的ではありません。瞬時に移動する技術が実現した場合、物質の移動は空間内の座標の変化として捉えられるでしょう。しかし、不確定な場所への移動は、移動先に別の物質が存在する可能性があるため、大きな危険を伴います。例えば、移動先の座標に他の物体や人が存在していた場合、衝突や混乱が生じる可能性があります。また、目的地の環境や安全性についても、事前に確認することが困難です。このため、瞬時に移動する技術を使用する際には、以下のような対策が必要です。対策1、事前の情報収集と予測。移動先の座標のみで移動する場合、その場所には何が存在するのか、どのような環境が待っているのかを事前に十分に調査する必要があります。観測データやセンサー技術を活用して目的地の情報を収集し、移動の安全性を予測します。これにより移動先が安全であるかどうかの初歩的な判断を行うことができます。対策2、安全な移動ルートの設定。移動先の安全性を確保するために事前に安全な移動ルートを設定する必要があります。これは障害物や他の物体が存在しないことを確認し、移動時の衝突や事故のリスクを最小限に抑えるための措置です。ルートの選定には高度な計算や予測モデルを使用し、最適な移動経路を決定します。
対策3、リアルタイムなセンシングとフィードバック。移動中もリアルタイムにセンシング技術を活用し、周囲の状況や障害物の検出を行います。センサーデータを解析し、移動先での環境変化や安全リスクに対応するためのフィードバックを迅速に行います。必要に応じて移動を中断したり、代替ルートを選択することが重要です。対策4、人の介入と判断。移動先での安全性を確保するためには、瞬時に移動する技術の自動化だけでなく、人の介入と判断も重要です。人の経験や洞察力を活かし、移動先の現地での状況判断や安全性の確認を行います。安全性に疑問がある場合や、未知の状況に遭遇した場合は、人が判断を下し、移動の可否や適切な対応策を決定します。瞬時に移動する技術は確かに革新的で魅力的なものですが、その利用には十分な慎重さと安全対策が必要です。不確定な場所への移動は危険が伴うため、移動先の情報収集、安全なルート設定、リアルタイムなセンシングとフィードバック、人の介入と判断などが不可欠です。これにより、瞬時に移動する技術を安全かつ効果的に利用し、未知の場所への冒険や探索を実現することができるでしょう。皆さん、今回の未来予想2045の旅はいかがでしたでしょうか？私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は、最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に、未来を明るく、希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き、未来予想2045を応援していただければ幸いです。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいて、とても嬉しかったです。ありがとうございました。